ハロー YouTube。どうも、トライヤマズです。今日ですね、サッカー日本代表、U24 日本代表の、オリンピックのね、3位決定戦がありました。で、メキシコ代表にですね、1対3で敗れて、まあ、4位ということで、まあ、銅メダルはね、獲得できませんでしたね。まあ、きついっすね、これは。この結果はね。ちょっと立ち上がりからね、本当いいようにやられてしまって、ちょっとなんか、今までの日本のね、いいところがね、全然出てなかったですね。やっぱスペイン戦となんか全然別チームのようでしたし、やっぱ疲れがね、あったと思うんですよね。やっぱ主力で出ている選手は、まあ、ずっと出続けていたわけで、この6試合、吉田選手にしろ。まあ、遠藤選手とかね、久保選手、堂安選手とか、そこら辺はもうずっと出てて、やっぱりちょっと精度とかがね、落ちてたなっていうのもありますし、そうですね、やっぱなんかスペイン戦で出し切っちゃったのかなみたいな感じもしました。まあでも、やっぱ、なんですかね、一番の思ったことは、まあ、決定力不足ですかね。まあ、これにつきますね。まあ、最後ね、三笘選手がね、まあ、一矢報いて、まあ、意地は見せましたけど、まあ、120分って2試合やって、で、またさらに、まあ、300分近く、約300分間、無得点だったわけじゃないですか。それだとちょっとやっぱきついなっていうのはありますよね。まずストライカーがいないということですよね。まあ、岡崎選手みたいな、そういった存在、点取り屋がね、今の日本代表 U24、この U24 日本代表には必要だったかなと。まあ、前の動画でも喋った通り、やっぱりオーバーエイジをね、守備的な人選にしたので、まあ、ストライカーをね、補充できなかったと。でも、オーバーエイジが守備的だったからこそ、ベスト4まで来れたと思うので、やっぱ、選手層の厚さですね。結果的に、遠藤選手とか、吉田麻也選手とか、久保選手、堂安選手とか、やっぱその主力を使い続けて、まあ、なかなかターンオーバーできなかったというのも、やっぱ選手層だと思いますし、やっぱメダルを取ったチームと日本の違いっていうのは、やっぱ選手層ですよね。この前のスペイン戦も、あの時間帯にアセンシオが出てくるわけですから。ロンドンオリンピックで悔しい思いした分、今回は何としてもね、メダルを持ち帰りたかったと思うしね。いや、と悔しいですね、この敗戦は。いいようにやられちゃいましたからね、0対3にまでされちゃって。やっぱメキシコの総合力が勝ってましたね。誰が悪いとかそういう話じゃない、そういう単純な話じゃないですよね。なんか誰か、特定の誰かがね、いけないというわけでもないし。まあ、やっぱりね、森保監督はね、批判されるんでしょうけど、なんか一概に森保監督をね、別に擁護するわけじゃないけど、批判する気にもなれないですよね。まあ、例えば、今日の試合はね、特に遠藤選手とか吉田麻也選手とかね、今まで活躍してくれてたオーバーエイジの選手が、ちょっとポカが目立った感じがして、ちょっとね、今までと別人の動きだったかなって感じがするんですけど、やっぱそれもね、まあ、ずっとやっぱ使い続けてきた。からっていうのもある。やっぱ疲れがあったと思うから、やっぱね、ちょっと今日遠藤選手あんま良くなかったですけど、遠藤選手攻める気にはなれないですね、今までの貢献を考えると。となってくると、やっぱね、森保監督がそれなのに遠藤を起用し続けたから、森保監督が悪いっていうのかもしれないですけど、これがたとえね、遠藤疲れてるからってことで他の選手を使ってたとしても、森保監督に何で今まで良かった遠藤を使わないんだって叩いてたと思うし、だからね、もう監督って損だね、本当、何しても叩かれるから。まあ、だから結果出さないとダメなんですよね、結局は。結局は結果出さないと認められないっていうのが勝負の世界で、最後のね、久保選手のね、インタビュー、なんか、もらい泣きしそうになりましたね、本当に。あのクールなね、
ひょうひょうとしてる、なんかプライド高そうな感じのイメージあると思うんですけど、あれ四千頭身の後藤君に喋り方似てんなって勝手に思ってるんですけど、あのクールな後藤君がそこまで泣くっていうのもね、ピッチ上でも本当泣いてましたし、なんかグッとくるものはありましたね。まあ、結構昔からのね、サッカー見てる人だと、結局ね、サッカー選手なんてのは、ね、クラブで活躍することしか頭になくて、クラブで活躍しないとお金稼げないし、ね、代表で活躍してもそんな金稼げないから、クラブのことしか考えてないんだみたいに言ってるね、本当に頭の固い古いサッカーファンいると思うんですけど、そんなんじゃないってことがよくわかりますよね。久保君は本当に今回のオリンピックにかけてたんだなっていうのは、わかるし、まあまだね、二十歳でこれ、二十歳ではそこまでできるってさ、なんかすごいよね。そこまで悔しいと思えることがあるんですよね。いやー、だから本当にあのインタビューとか敗戦後の久保君を見て、あ、絶対にこれは将来日本をね、日本代表を背負っていくような素晴らしい選手になるってことをね、僕は確信しましたね。だからこれからなんかちょっと好きになりましたね。これから応援していきたいなと、これからも応援していきたいなと、思いました。あの久保選手がね、サッカー今までやっててこんなに悔しいことはないって言ったほどですからね、今回の試合は。あとやっぱ考えさせられたのが、インタビュアーの方とかね、他の人とかが、でも頑張りましたとか、得るものもあったんですよね、これを糧にみたいなこと言っても、もう全部否定して、いや、負けだから何も残らないですって、手ぶらで帰りますと、何も得るものはないっていうふうに言ってるのを見て、やっぱそのレアルで、海外で、なんか海外でやっぱレベル違うんだなって思ってさ、まあ、よくなんか普通にさ、僕らなんか仕事とかしててもあるじゃないですか、なんか、いや、お前がいくら頑張ったとか努力したとか、そういう経過とかどうでもいいんだと、いや、結果を残せと、あ、結果が全てだから、それまで私頑張りました、俺頑張りましたとかどうでもいいからみたいなことよく言うと思うんですけど、まあ、まさにそれですよね。二十歳にしてそういうことを理解してるし、やっぱそういう常に結果が求められるっていう、そういう厳しい世界に身を置いて日々精進してるからこそ出てくる言葉だと思うので、なんかちょっと僕もそういう姿勢をね、本当見習いたいなと、なんかそうですね、今日の久保君の立ち振る舞いからいろいろとなんか学ぶことがありました。ってのと、あとやっぱキャプテンのね、吉田麻也選手、なんかなんだろう、なんか吉田麻也選手がね、こういう選手になるとはね、10年前とかは全く想像できなかったですね。最初に代表に呼ばれた頃から見て、すごい頼もしいし、最後のね、なんかミーティングのところもちょっと声がカメラに漏れて入ってたんですけど、胸入って帰ろう、胸張って帰ろうって言って、やっぱチームをしっかりまとめた、まあ、いいキャプテンだったんだなって思いましたし。まあね、本当に8年前にね、8年前、9年前か、9年前に同じ悔しさをね、経験している吉田麻也にはね、本当なんか報われてほしかったですけど、いや、まあでもね、頼もしい選手でしたね、本当。まだね、まだまだ次のワールドカップもね、カタールもメンバー入り目指して頑張ると思うんで、吉田選手は、まあ、応援していきたいですね。まあね、森保監督もね、僕はどう評価したらいいのか分かんねえな、あの監督のことを。なんかこれね、終わったからって、なんか、いや、よく頑張った、頑張ったって言うのは簡単なんだけど、でも果たしてなんかそれがいいのかっていうのもあれだし、かといってなんか、めちゃくちゃ責めるのもなんかよく分かんないし。まあ、全部結果論なんで、結局結果的にダメだったから、まあダメってことになるんでしょうけど、そういう世界だから。でも僕、あのね、そこまで森保監督のことね、悪い監督だとは思わないんですよね。
やっぱその確かにみんながね、僕も含めてなんだけど、疑問に思うことはあると思うんですよ。采配とか、采配が遅いよとか、なんでここでこれ出すんだよとか、ね、誰を出せとか、いろいろ不満あると思うんですけど、まあ、監督の仕事ってそこだけじゃないから、やっぱチーム作りとかまとめ方とかもあると思うし、で今回の U24 のチーム見てても、チームの雰囲気としてすごい良かったかなって思うんですよね。まあその吉田キャプテンのその力っていうのもあると思うんですけど、やっぱいい雰囲気のチームってことは、やっぱ監督がね、監督のチーム作りが良かったんじゃないかなとも思うし、だからそういう面に関しては、森保監督ってすごい優秀なんじゃないかなとも思うんですよね。だからちょっと一概に、あの監督がどうだったこと、ちょっと、なんて言ったらいいのか分かんないですね、まだ。まあ、ただ、ベスト4なんでね。まあ、ちょっと最後2連敗しちゃってるからあれなんですけど、まあ、ベスト4なんで、サッカーで。やっぱな、あと一歩か、あと一つ大事なところで勝てないっていうのが、日本サッカーですよね。日韓ワールドカップの決勝トーナメントも、相手トルコって、他の対戦国に比べたらだいぶ恵まれたと思うんですけど、まあ、結果的にトルコその年3位に入ってるんですけど、そこもね、勝てなくて0対1。パラグアイ戦もね、決して格上という相手ではないじゃないですか、パラグアイって。そこに0-0で、あと1本のところで PK 勝てないと。この前のベルギー戦も、3年前のベルギー戦もそうだし、今回のね、オリンピックもそうだし、あと一歩ってとこなんですよね。なんか全然通用しませんでした、ダメでした、もう世界との差がありましたとかじゃなくて、なんか届きそうで届かないっていうのが、ここ数年の日本サッカーの現状ですよね。そこの殻を破れるかどうかっていうのが、今後の課題なんじゃないですかね。あとは、吉田麻也が言ってた通り、今回、東京オリンピックに出た24歳以下のメンバーが、今後どれだけ代表に定着していくかっていうのが、一番大事になってくると思うんでね。シドニーのメンバーとか、ね、北京のメンバーとか、その後の A 代表の主力になってますから、今回の U24 のメンバーもね、A 代表の主力になって、カタールワールドカップ、その次のワールドカップで、活躍してほしいなっていうふうに思いました。以上です。